はい、皆さんこんにちは。前回の続きでいきたいと思います。無謀ではないけれどもちょっと行きたい欲求を抑えられないので、行きたい、ちょっと、ハイラル城に侵入してみたいと思います。東の宿場町跡、なんだっけ、あいつモリブリンでしたっけ、でけえやついんな。まあ仕方していこう。どけで、どっちだっけかな。あ、まだあの右下のミニマップ見ると大体わかりますね。これも宿場町、なんかすげえ落としてたけど、何、岩が転がってきたの、すごいな。で、前方に見える塔が、あれが僕が最初にいた始まりの大地ですね。あ、こういうね、あの廃墟っていうか、こういうところに行くとね、あの宝箱とか武器とかすごい落ちてたりしますので、まあ、行った方がいいですね。まあ、今はちょっと駆け抜けます。ちょっと遅めだけど駆け抜けます。ますね、ちょっと助太刀しましょう。外した行っとこう。お、一体倒したぞ。よっ、助太刀倒したから、はあ、ありがとう。おお、めっちゃいいやつくれるじゃねえの、ありがとう。はあ、あなたは、はあ、ランプくれねえのかよ。くそ、これは矢か、私が打ち損じた矢ですね。こいつらここで何かやってたってことは、ここ何かいろいろあんのかな。これ何、これ錆びたって何かあんのかな、ここいろいろ。ちょっと待って、すごいキースがいっぱい来てるけど、あ、宝箱。え、なにこれ、獣柄の盾、こんな盾あるんだ、知らなかった。ちょっと待って、かわいいから持ってこう。盾じゃねえ、ボコ盾捨てるか。こんな盾あったんだ知らなかった。これだけか、他にあるだろう。え、また戦ってんの君たち。ちょっとこいつとはあんま戦わない方がいいよ、めんどくせえから。これ何、やめろやめろ、これ何、あ、錆びた槍か、まあ、いらない。あれは、あれは木か。なんかありそうだけどね。ちょっと探索、あ、あそこに見っけた、あれがいるけど、ちょっとキースに狙われるから、今日は行くのやめとこうかな。こいつらうざいよね、ちょっと。なんでここにいますよっていうのだけ印を立てとこうすぐ終わるかな、1個だけ。あ、1個だけっぽいね、すぐ終わるね。これどう動いてんの、これどう動いてんのえ、あ、1個だけじゃないの、どこどこ、え、どこ、あ、ちょっと、よっ、よし、で、これラストかな。あ、影が見えたぞ今。ちょっと待って、ちょっと、ジャイロが。よし、あぶねえ。すごい、腕だけ、なんか背中の方向いてた。よし、これ色ちょっと違いますね。はいよー。で、あ、また、星のかけらがあそこに、
行きたいねー、行きたいねー、行きたいねー。ちょっと待って、馬どこ行った？馬？え？馬どこ行った？あれ？馬がいない。あれ？馬は？あれ？おい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 、痛い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 。こういう時に口笛を吹くんだね。ちょっと近いから今意味ないけど。で、この走りながら乗るとかもできてかっこいいんだな、これがな。で、これ道沿いにす、あれ道は？道沿いに進んでハイラル城の方に行きたいけど、あれ道は？あれ？これ道？違うね。あれ？あれ？道どれ？方向が、まああの見えてるからあっち行けいっか。あ、でもこれ川だぜ。待って、川は馬ちょっとかわいそうだから、で、どっか行くのこれ。ぐるっと回っていくのか。これはなんだ、錆びた体験だから、こうやってサイドステップで行くという。これ何？それ何？衣中トンチ。これは錆びた両手剣。錆びてるけど地味に強え。ちょっと、もうダメだ。まあ、そんな強くないけど、ダメだ。今日のやりたいことを優先しよう。まずい。時間を計ってなかった。やばい。今何分経ったんだ。おい、ちょっと、わかんないぞ。時間計ってなかった。やばい。ちょっと待って。ちょっとリセットして今から開始する。10分ぐらい経ったかな。今から20分ぐらいやればいいのか。しまったよ。時間計ってなかった。ハイラル城に、あ、馬がいる。でもまいった。いや、あれどこだっけ、星のかけら。あれ見失っちゃった。まあいいや。あ、道来ましたね。これ沿いに行こう。これハイラル城方面に行くでしょ。やっぱマップの情報をゲットした方が良かったかな。で、ミニマップ何も分からなくなっちゃいますからね。あ、タワーあんじゃん。タワーじゃない、塔あんじゃん、そこに。あれだっけ、あれだよね、多分ね。行っとくか。行っとこう。このサンサロみたいなやつを右に曲がりまして、うわー、ガーディアンいる。あれは朽ちてるやつか。いや待って、ここ動いてるやついなかったっけ。ここいないっけ、大丈夫だっけ。あ、いる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 。怖い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 。あそこに、あそこに動いてるガーディアンいる。怖い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 。ちょっと待って、やばい。あいつね、メインですよね。割と遠くにいてもね、見つかっちゃうから、ちょっとこっち見ないで。こっち見ないで。そっち行って。あ、そっち行って。よしよしよし。あれ何？あれ関係ないか。あ、宝箱あった。これ、ハイラル軍駐屯地跡。それ何？とっても嬉しいです。で、ちょっとあの、あいつに見つからないように壁沿って歩いて、待って、馬引き寄せた方がいいかな。聞こえないか。あ、いや、来てるね。ミニマップ見ると来てるから、いいや、私は進む。この、やっぱ口笛便利ですね。あっちにもいる。来いよ、馬。よし、来た。いやー、いや待って待って、見つかったよ。なんか見つかった音する。ちょ待って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 、ちょちょ待ってちょちょちょ待ってちょ待ってちょ待って。あ、早かった。わー、早かったよ。緊張しちゃった、緊張しちゃったよ。でも大丈夫、次は成功する。どこだ、ここハイラル軍駐屯地跡ってことは近いな。
くそ、ちょっと待って、さすがにハート3だときついか。あ、待って、宝物あった。失敗したら即死だな、これは。兵士の音強い。あ、やべ。あ、錆びた盾捨てるか。別に木だろうが金属だろうが、ガーディアンのビームは跳ね返せますからね。獣柄の盾使うか。しゃ、行こう。ちょっと喉になんかいろいろ絡まってる。どっちだっけ、塔は。あれ塔どっちだっけ。あれ塔どっち。あれ、この柱に隠れてるの。あったあった、前か。やばい、見つかった。どれに見つかった。あいつか。何ここ、なんかあるでしょ絶対。待って、これじゃない、これか。え、なんもないの。あ、待って、来ないで、こんなとこまで。やめて。馬に乗ってるボコブリンいるし、あっちに。怖えんだけど、お前。大丈夫かな。やべ。ダッシュでここに隠れつつ行く。まずい、見つかった超ロックオンされてる。あいつは、あれだ。あ、ちょっと、やめろ、お前。あ、なに、その弓を起こせ。あ、まずい、まずい、まずい。まずい、見つかった。ちょっと待って、ちょっと待って、これ、壊して、これ、壊して。そのなんか弓強そうだから、くれ。ドイツの弓？どれ？どれ？これ？あ、兵士の弓か。そんな強くねえのか。モリブリの角。モリブリの牙。これ壊しといた方がいいね。おい今のタイミング遅えよ。邪魔。よし、壊した。邪魔だ、お前。何なんだよ。怖え、やめろ。よし、1個壊せば十分かな。で、これ作って壊すとね、この動いてるやつを壊すと、この古代シリーズのやつがね、いっぱい手に入るんですよ。あっち側にもいるね。あっち側にもいるけど、まあいいや。ちょっと邪魔だよ、お前。来んな、来んな。タワー行きましょう。タワーじゃない、塔か。平原の塔。まあこれ、ハイラル。ん？ハイラル。ん？あれ？この辺ハイラル。あ、ここ全体ハイラルか。なんか、この地方の名前、地方ってこの場所の名前なんだったっけかな。忘れちゃったな。それの塔ですね。で、多分狙われるんだよね。だから、素早く。あぶねえ。あ、見つかってる。カット。で、どっち次は。ああ、右ね。OK。手早く行こう。よし。1体倒しとけば、楽ですね。これ2体いるとどこに回ろうが狙われるので、割とちょっときつくなりますけれども。よいしょ。あ、これまだか。ここの塔は登ったことあんのかな。ちょっと覚えてないな。やめて、やめて。よいしょ。で、これでいいですね。もうね、ダイレクトジャンプしちゃうんだから。よし、ケイで、7分経ったけども大丈夫かな。 この今、この僕が測ってるので20分やれば30分前後になると思って勝手にやってるけど、大丈夫だよね。はい、ワープ地点。今んとこほとんどワープ使ってなくていい感じですね。
さあ、来た、そうです。ここ、ここ、ここ。これ、これ、これ。あ、また死んだ、死んだマークが出ている。よし。で、こんな感じで追加されて、ハイラル平原か。馬の道号。で、今私はここにいまして、こっちにガーッと行くと、ハイラル城あるんですよね。で、これね、正面からね、入ってもいいんですけど、僕一周目クリアした時ね、ちょっと裏から入ったんですよ。なんかね、裏にね、侵入できる、なんか侵入してみたいな感じの、なんだか船着き場みたいなやつがあって、そっから行くとね、割とガーディアンとか気にせず入れるんですよ。っていうのを僕何度もアタックしたら見つけたんですよね。意外と裏が手薄だった。で、馬波がどこだっけ？馬波ちょっと連れてこないとダメですね。馬波のとこまで戻るか。でもガーディアンに追っかけられるときついんだよな。どこにいんの馬波。もうちょっとこっちか。その辺か。ゴー。空飛んでる時もね、ガーディアンにロックオンされますので、気をつけましょう。ほら。やべ。やべ。あぶねえよ。痛い。ちょ、待って待って待って、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。ちょ、待って、今ボタン押し間違えちゃった。この私の前にもいたよね。馬波どこ行った？馬波。馬波遠いな。あ、そこに引っかかって、そこに引っかかっといて。よしよし。ちょっと、あ、まずい。邪魔だ、お前来んじゃねえよ。やばい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 。やあ。馬並みここには来ないよね。無理だよね。ちょっと待って、ガーディアンさんあっち行ってよ。倒した方がいいかな、先に。あ、あそこに祠あるけど、もうちょっと置いといて。ガーディアン倒した方がいいかな。倒すか。倒そう。え後ろ、そいつ危ない。ちょっとやめて。どんだけ目いいんだよ。さあ来いよ、ほら。あ、待って、ほら、なんか祠反応したぞ。あ、気づいてないけど、今のこの武器だと倒せないこいつは。あ、気づいてないならいいや。あっち行けよ、お前。え、もう、あー、見つかった。倒そう、やっぱ倒そう。倒さないとダメだ。よし、なに、もう一撃必要か。よし、なに。ちょっと、ちょっと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 、あぶねえ、あぶねえ、怖えよ。はあ、危なかった。一体倒した。すげえ。た、うわ、コアも手に入った。やべ、大量だ。大量だ、今日は。雨が降ってる。で、馬波は？馬波どう？来ない？お、来るね、馬波。来るんだったらあのガーディアンほっとこう。来い、馬波。来い。雨降ってきちゃったぞ。ガーディアンめっちゃ足速いんで。あ、ちょ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 、マジか。くそ、やっぱ倒さないといけないのか。いや、降りかかる火の粉はやはり払わねばならん。払わねばならん。払わねばならん。降りかかる火の粉は。よし、うまい。うまいぞ、私。く、にじり寄ってくんじゃねえよ。よし、うまい。いいぞ。この調子でいけ。でーん。うぃー。
で、馬並みは、いたよし。行こう、馬並み。ありがとう、来てくれて。行くぞ。ちょ。サイドステップ。ちょっと言うこと聞いて。あ、それじゃない。言うこと聞いて。あ、降りちゃった。よし。で、ハイラルジョンに行くぞ。行かない方がいいかな。でも期待しちゃった人がいると思うから行こう。待って、道沿いに行こう。あれ、道どれ。道どれだよ。あれっていうかこの道沿いじゃん。いや、いいや、裏から回りたいからこっちでいい。あれは、残骸だね、あれは。いや、なんか光ってなかった、今。うわ、いるー。待って、ちょっと、お前とは戦いたくない。ちょっと待ってくれ。よし。気づいてない、おいぞ。よし。そのまま行こう。ナイス。メーベ。あの影飛行機、曇り空割ってですよ。デレレレレ。デレレレ。わーわーわー。わー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 。あ。待って。あ、違うか。両方動いてるやつか。あ、待って。ダメだ。まずい。前方にもう一体だから、こいつ先に倒す。危ねえ、今早かったと思った。よかった。やっぱ行かない方がいいか。でも言わなきゃよかった。どこだここ、どこだここ。あ、ミニマップに赤バッテンが出てるっていうことは、割とさっき死んだとこから近いですね。ちょっと待って、その本か。戦いたくねー。駆け抜けられないんだよ、この馬のスピードだと。あいつ足速いんですよ、マジで。この辺で、ちょっと止まっといて、ちょっと、ガーディアン、こっち来い。ガーディアン。おーい。気づかないの？おーい。目、いいようで悪いな、お前。来た！よし、来い！邪魔だ！なんなんだよ、お前ら。危ない！ちょっとロックしてる相手が違う。ちょっと待ってよ。あの、なんかスライムみたいなやつにロックオンしちゃってたよ。すまんな、馬並み。ちょっとお前の足を信用していいかい。おい、お前の足を信用していいかい。倒されたやつは多分仕方できるかもしれないけど、前方にいるあいつじゃなくて、ちょっと大外回りで行くか。あの、僕の今前方にいるやつは倒さないとダメだよね、多分ね。あいつは多分もう見つかんないから、こう回って降りて、よし。危ねえ、ちょっと早かったかと思った。またスライム出てきたの？やめてよ。どう？もう無視だ。無視。あー、待って、いる。
先に行ってから、もうちょっと先に行ってから、で、待てよ、左より右を回りの方がいいんじゃないか、こっち行こう、こっち、いる？いないな、一体いるけど、多分ぐるって回ったら大丈夫でしょう。よしよし、これをもうちょっとこっていうか、むしろこそっち行こう、その道、あ、これは城の方じゃないのか、これどこに繋がってんの、この道は、これどこ行く道なの、これ地図見ようか、こっち行っちゃうんだ、まあ、でもどうせこう行かないといけないからいいや、もうちょっと道なりに行って、うん、いる、遠いか、うん、ちょっと、うん、その慢心がいけない、その慢心が死を招く、うん、こんぐらいで大丈夫、よし、あれは3階だな、よしよし、行こう、行け、馬並み頑張れ、走れ馬並み、気はよけろ、こんな感じで自動で、今何も操作してないんですけども、避けてくれます、地味に便利ですよね、だいたい、まあそりゃそうだよっていう話ですけどねいくらそのゲーム内の馬だろうがさ、木にぶつかる馬はいないからそこはいいよね、でちょっと待って、これどう置いていいの、川を渡るのはこの橋じゃないといけないのか、じゃあこっちから行くか、ん？ん？あれ？あ、いいの。頑張れ馬並み。あ、時間は？あ、やばい、もう20分だから、取ってなかった時間を10分ぐらいだとするともう30分経ったね、多分ね。もうちょっとその船着き場が、あー、いる、ぼっち橋って何それ、ちょっと待って、あいつとも交戦したくないから、見つかるかな、ちょっと右方面に駆け抜けろ、馬並み、何、馬並み駆け抜けて馬並み、よしよし、いいよ、待って、ちょっと待って、行こうよ馬並み、頼む、おい馬並み、行けなんで行けないの、行け、よしよし、行け、何そこにある骨みたいなやつ、なんか骨みたいの見えた、ちょっと待って、この辺全然違う、もう一回、あ、でもここでもいけるかな、こっからでも、ちょっと横なんだけど、もしかしたらいけるかもしれないか、ちょっとここ馬並み行って、私行ってくるから、でも雨降ってるからこれ登れないのか今、ちょっと待って、あ、滑っちゃうね、ダメかな、ここだとやっぱポイント微妙か、ダメだな、え、馬並み来い、どこ、ガーディアン、お前じゃないよ、馬並み来て、馬並み、よしよし、行くぞ、待って、あれ、いや、あ、いや、ここ行け、あそこじゃない、あ、確かあそこだ、違ったっけ、え、そこな気がするから、いろいろ空飛んでるやつとかいるけど、え、ダメ、ギリギリ見逃してくれるとかないの、君大丈夫だね、だからアイスメーカーを使って行こう、確かあそこだったはず、違うかな、ちょっと視界が悪くて分かんないけど、確かあそこだったはずなので、次回
このまだひよっこ勇者がハイラル城にちょっと入って、剣と片手とかお宝とかね、装備とかいいやつくれよっていう感じでいきたいと思いますので、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。